もう朝か。あれ、どこだここ。あ、そうだった。俺は昨日から秋の家で。おはよう。ちょっとあなたたち、朝から一体何を騒いでるのよ。お母さん、どうしてコータがここにいるのよ。どうしてって忘れちゃったの。そう、全ては昨日唐突に起こったのだ。信じられないような話だが、昨日帰宅すると俺の家は全面改築中だった。慌てて母親に電話をしたのだが、あのね、お風呂が故障しちゃったのよ。どうせ修理するならちょうどいい機会だから、お家のリフォームもしちゃおうと思って。急だけどお母さんはお父さんについて海外に行くことにしたから。あ、コータは明日からしばらくアキちゃんの家でお世話になってね。話は通しておいたから、じゃあねと早口で幕下てると、一方的に電話を切ってしまったのだ。そして俺は家族ぐるみの付き合いである隣のアキの家に厄介になることとなり、こうして期間限定ではあるが、俺とアキのアイデア生活が始まったのだ。なあ、お前と早見ってやっぱ付き合ってんの？しつこいな。本当にそんなんじゃないんだってば。早見は可愛いからな。幼なじみのお前を羨ましがってるやつは多いんだぞ。確かに小さい頃から一緒にいるから気がつかなかったけど、アキってやっぱり可愛いよな。それにスタイルもいいし。あれからもう3日も経ったけど、自分の部屋で男の子と一緒に寝てるなんてまだ信じられないよ。でもコータなら別に嫌じゃないかも。幼なじみだからなのかな。でもそれともちょっと違う気がする。はあ、秋ってば、また風間くんのこと考えてんの？コータのことを考えるとモヤモヤして、うわーってなっちゃうけど、やっぱりこれって恋なのかな。あんたたち幼なじみだからね、恋って気持ちの境目がややこしいのかも。あー、もう頭の中がぐちゃぐちゃ。あら、お帰りなさい。ただい、帰りました。もうここにいる間は家族なんだから、ただいまでいいのよ。ただいま。あ、そうだ、ご飯の支度がまだだから先にお風呂に入っちゃって。ああ、はい。あ、アキ、落ち着いて。いいから、ごめんね、秋が入ってるなんて全然知らなかったから。ユキさん、セリフが棒読みです。もう何考えてるのよお母さん、絶対にわざとでしょ。次からは気をつけるわね。さっきは本当にごめん。そんな謝らなくていいよ、悪いのはお母さんだし。かなり反省してる、だからあんまり怒らないでくれると助かる。それはちょっとは怒ってはいるんだけど、さっきのことはそこまで嫌じゃなかったかも。え？もう、だからコータに裸を見られたことそんなに嫌じゃなかったの？嫌じゃなかったって。あのね、私この気持ちをはっきりさせたいの。コータ、私コータのことを。あのさ、俺も伝えたいことがあるんだけど、先にいいか？一緒に暮らしてみて分かったんだ、俺、秋のことをもっと知りたい。俺は幼馴染じゃなく、一人の女の子として早見秋のことが好きです。だから俺と付き合ってください。はい、はい、行ってきます。あ、コータ、ちょっと待って。はい、お弁当。サンキュー。あらあら、朝からお暑いわね。孫を作るのは卒業してからにしてよ。もうお母さん、これって絶対バレてるよな。
やっとくっついたか。ま、今更感はあるけどな。うるさいな。家が近所だからってあんまハメを外しすぎるなよ。わかってるってば。学生らしく清い交際でね。当然でしょう。もう朝とにはああは言ったものの、ミカにはあんなこと言われちゃったけど。でもそれじゃあ行ってくるから。月曜には帰ってくるけど、留守番は頼んだわよ。二人きりだと緊張するな。あのね、私コウタとちゃんとデートしてみたいな。デート？どこかで食事したり、一緒に写真を撮りに行ったり、あとは夜は二人で好きなだけまったりしたり、もちろんエッチなこともね。私がコスプレ喫茶のポスターのモデル？そうそう、うちのクラスの売り上げは秋にかかってるから。早見は人気あるからな。もう勝手に決めないでよ。そんじゃ撮影はコウタに頼んだぞ。俺が写真部なんだから当然だろ。ほら、準備室の鍵、撮影スペース作っておいたからな。衣装もたっぷり用意しておいたぞ。まさかエッチな衣装じゃないでしょうね。それは見てのお楽しみ。何よこれ、こんなのほとんど裸じゃない。さすがにそれは冗談だと思うよ。あいつめ。その味のやつからにしようか。しょうがないな。他の衣装は汚れたりしてないかな。あ、これってどうかした？ううん、なんでもない。そしてコスプレ喫茶も好評のうちに学園祭も終わり。ただいま。あれ、誰もいないのかな。秋は先に帰ってたはずだけど。秋、もう戻ってる？入るぞ。